よし、とりあえず歩くか。英語喋れない喋れない、全く喋れない。こっちだと今2時半ぐらい、昼の2時半。こんな感じ見えるかい。で、ここがワイキキってやつだよ。ワイキキ、ここがなんかハワイのメイン、ハワイワイキキのメインストリートみたいな感じだね。人ぎょうさんいるでしょう。で、今からワイキキビーチに行きたいのよ、ビーチに。で、ワイキキビーチに行った後、まだね、行き方とか調べてないんだけど、行き方とかを調べて、ダイヤモンドヘッドに登るというプランでございます。よろしく。そう、木がハワイすぎるよな、わかる。こんな木だってさ、ディズニーでしか拝めないからね、日本は。沖縄もあるか。とりあえず練り歩いてみよう。治安は全然いいよ、全然いい。いや、夜とか朝は分からんけどな。治安いいところにしか来てないから、ハワイ全般が治安いいのか分からない。渡れんのか、ここ。渡れねえな、ここ。でも時差がきついんだよね、時差が。何がきついって。あのさ、昼の12時ぐらい、一番景色がいい時期が君たちの時間で、あのね、朝の5時とか6時なんだよね。それ言い過ぎか。そんぐらいってさ、まあ、見てくれる人少ないじゃん。だからちょっとこう、お昼時を過ぎたぐらいに配信しないといけないから難しい。カメラの電池は持ちそう。充電忘れてさ、俺の配信がブツって切れたら、それはちょっと充電切れだから勘弁して、また別の日に配信するわ。で、どこや、どうやって行くんだよ。これね、俺ね、調べてないんだよね。調べてない方が面白いかなと思ってさ、単独で特攻してるんだけど、あの、わからなすぎるんだよな。どっちな、方角もわからないんだよね、俺。今、俺は多分あっち、多分ね、ダイヤモンドヘッドがあっち。聞いてみれねえよ、聞いてみれんわ。聞いてみるか、分かんなかったら。意外とね、あれだよ、ハワイの人ってさ、観光の人に慣れてるから、もうベイビーイングリッシュでも通じるんだわ。イエスとノーだけで会話が進んでいくんだよね。で、本当に積んだら、本当にね、今時 Google 翻訳というアプリがあってね、Google 翻訳を使うことを伝えれば、もうね、話がどんどん進んでいくんだよな。Where is Diamond Head? 違うんだよ。ダイヤモンドヘッドは、あのね、歩いていけないの、距離的に。距離的に歩いていけなくて、今日の母さんと親父とのディナーに間に合わせるためには5時にはホテルに着かないといけないのね。だから早めに行かないといけないんだけど、さあ、ビーチに向かいましょう。まずはあのサーフィンの王様だっけ、何の王様だっけ。カメハメハ大王とは別に何かいるよね、ハワイって。あれも見れたらいいなと思ってんだよな。観光地すらもさ、俺調べてないから、何が目玉なのかこの配信わからないんだけど、現状。とりあえず歩くわ。まあ、この街並みだけでいいでしょ、なんか。関東とか住んでるとディズニーでしか拝めないでしょ、このヤシの木は。なんかのデモをやってらっしゃいますね。何のデモなんだろうか。Shut it down.
訳ブーツにしか聞こえなくてさ、もう英語が分かんなすぎて空耳で、多分薬物だな。中学の時にもハワイ来てるんだけど、その時はダイヤモンドヘッドはぴょんぴょんぴょんって登れたんだよね、部活してたから。俺今登れっかなと思って、しかもさ、リュックもおめえさ、このなんか配信機材が入ってる、片手には手なんか自撮り棒持ってるし、大丈夫かな俺、登りきれんのかな。子供がなんかぴょん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 って遊びながら登っていったら片道30分ダイヤモンドヘッドは、で大人がゆっくりゆっくり歩いたら45分ぐらい。来たな、来たぞ。来たぞ。すげえ、すごいぞ。ほら、これ角度的に見える。うわ、すごっ、すごいな。なんか写真撮ってる人はバチバチいるんだけどさ、なんかリュック持ってるアジア人って変態っぽいから捕まんないかな。陽気な外人とかがさ写真撮ってたら、まあまあまあ観光だろうなって分かるんだけど、別に海に入る格好でもな、アジア人がさリュック背負ってなんかウェブカメラ持ってたらなんか盗撮だと思われないかな。危ないよね、捕まるぜ。おい、おったおったおった、サーフィンのやつがおった。こいつだべ、サーフィンのやつ。これ何したやつなんだこいつは。何をしたんだお前は。わからんな。こういう感じですね。アロハしか読めねえよ。アロハしかわかんねえよ。すごいぜこれ、ほら。さあ、このワイキキビーチをしばらく歩こうか。で、そうしたら、ダイヤモンドヘッドに続くバスを見つけに行きます。本当にゆったりしたもんだからね、面白いもんとかも用意してないよ。そうそうそう、今そっちだと朝でしょ。ゆったりでいいですよ、ゆったり。なんか見るもんねえなっていう人が見るものなんでね。そう、こうやってさ、いろんなところにレンタルバイクのあんじゃん、日本にもたまにあんじゃん、レンタルバイクで、ここで乗ってどこで乗り捨ててもいいんだよ。それどこでってのもあれだ、あれね、この止めるところがある場所ね。で、結構安くて観光の人とか利用してる人が多い。水が綺麗な感じは分からんけどな。ほら、あー、ここまで来ると音が聞こえるね。ワイキキビーチでございます。入る予定はありません。記念撮影しとくか。よし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 、終わった終わった。もうこんな感じだよ。
ラチナだよ。プラチナってこっから何？ダメなの？麓からじゃないと。Excuse me. Where is Diamond Head? あ、日本人ですか？